こんにちは、こんばんは。ギフマルケのハバキアよ。前回、両面宿儺が、ただの冒頭でも、英雄として語られるやろが、という疑問で終わりましたが、あると思います。この疑問は、両面宿儺伝説の語り部の問題と思います。そして、呪術廻戦の作者さんがめちゃくちゃ詳しいか、とんでもない偶然が起きている気がする話です。もったいぶらずに結論から言うと、最終形態は、江戸時代の階層、円空。そこまでは、白山と甲賀山を中心にした、修験者、いわゆる、山伏と思われます。修験道の始祖は、円のオズヌ。体得した呪術によって、二匹の鬼を従えており、働きの悪い神様を踏んじばったった、などの逸話を持つ伝説の人物です。円のオズヌは実在するか、などの議論は置いといて。円のオズヌの修験道は、金剛座王権現という、過去世の釈迦如来であり、現世の千手観音であり、未来世の弥勒菩薩が一つになった仏様やそうです。これ以前にも、山や巨岩を、神の居ます場所として、神聖視する信仰はありますが、山に伏して、神仏を監督するようなものではなかったようです。このような、新しい修行法、修験を生み出した、ハイパーカリスマ求道者、円のオズヌを慕う人々はたくさんいたようですが、彼自身が組織を作った話はありません。円のオズヌの死後、その根本聖地である、金峰山を別格として、いくつかの流派が生まれるそうです。主流は、本山派修験と、東山派修験の二流ですが、変わり種には、平野正門の乱で功績を挙げる、諏訪三郎兼家の系譜もあります。諏訪三郎兼家は、論功行賞で伊賀甲賀を受領して、伊賀甲賀忍者の祖になります。修験道、陰陽道、忍道、は全く違いますが、円のオズヌの系譜とも言えるわけです。こういった各地の山伏による組織化の中に、太長大師と白山信仰もあったようです。と言っても、宿儺の時代とは300年近く離れる上、こちらも伝説級ですが、白山信仰は、始祖、太長が白山東朝で、十一面観音を監督したことに始まるそうです。白山信仰といっても、白山に限定した活動ではありませんから。飛騨山脈の霊峰や、修験道発祥の地、奈良、大峰山など、各地を巡り、都でも活動しています。その割に、宿儺の伝説は、白山周辺から外れていますが、郡上一帯が白山信仰の拠点として発展するので、伝説があったとしても、隊長の方に吸収されたと思われます。あくまでも、白山の山伏か、それに類する人たちの活動で、宿儺の伝説が伝播したと推測されます。これは、岐阜県にあるすべての宿儺像が、まさかりを持つ、という特徴からも指摘されております。修験者といえば、小野や正狩が代名詞ですが、白山信仰でも、早い段階から正狩を信奉に数えています。これだけでは納得できないでしょうから、ランダムに見える、宿儺の伝承地についてのお話です。信長が、天下布武の拠点にした岐阜城。その岐阜城がある山は、金華山。金華山の名前の由来は諸説ありますが、詳細を無視すれば、欧州の金を運んできたら山になったからとなります。欧州のどこかといえば、ここ。そのままですね。二つの金華山を結ぶと、仁徳天皇陵と欧州金華山のラインもほぼ同じです。次に、修験道の始祖、
縁のオズヌが修行した大峰さんと、地獄で有名な霊峰、立山を結ぶと。これだけでも少な伝説が固まって見えると思いますが、金火山ライン上には御嶽山もあります。蔵王権現の解釈では、無限の過去の救済者、者が、現在の救済者、千手観音、未来の救済者、弥勒菩薩は同じと言いましたが、弥勒菩薩には、遥か東の海から来て、御嶽に化粧するとする、化粧経もあります。岐阜や長野では、御嶽と読みますが、弥勒信仰の霊峰として、各地で信仰の対象になる山の読みは、御嶽。御嶽山は特殊で、王の御嶽が転じて御嶽になったとか、全国にある同じ文字の読み方で。御嶽といえば金峰山、御嶽といえば御嶽山の影響を受けているとも言われ、国の床たちの御事、大名無知、少な御子名も祀っています。大名無知は、大国主の御事の別名。宿儺比古名は、大名無知と協力して、国を作った兄弟心ですが、建国後に消息を絶ちます。故に宿儺は、宿儺比古名の失われた系譜、という推測もあります。両面宿儺伝説と、山伏の関係を簡潔にするとこんな感じですが、現在の岐阜県内の伝承は、これに加えて、江戸時代の開祖、円空の影響があると思われます。円空も白山信仰を生涯大切にした僧侶で、白山大権現の啓示も受けたそうです。晩年には、千光寺の住職と意気投合。両面宿儺と天皇にも敬愛の歌を残し、自らを宿儺と重ねていた節さえあります。実際に円空が修行した場所がこちら。岐阜県には、黄河山信仰という、独自の修験もあって、円空はそちらも大切にしとるんですが、恣意的になりますが、宿儺関係のラインを追加すると、自らが復興に携わったお寺が、ここ、弥勒寺。自らの入場地は、ここ。金火山ラインに被ります。円空は12万体の仏像を彫ったと残してますが、行基菩薩の影響とされとって、行基といえば、八幡信仰の立役者。宿儺伝説が、どの範囲に、どれくらいあったかはわかりませんが、現在の伝説は、円空によって掘り起こされたか、強化された。または、円空と重なった可能性があるわけです。どちらにせよ、伝える側が山伏や仏門の人なら、顔や腕が多かったり、異形だから劣るとは考えず、むしろ優れた能力の象徴になるので、今のところ、英雄か暴徒かの断定は、と、もやった終わり方を避けるために、呪術廻戦の作者さんが知ってそう。または、偶然起きとる、宿儺のお話に持ち込もうかと。白山信仰は、十一面観音が基軸ですが、十一面観音の顔は、意味があって配置も決まっとります。十一面観音の背後は、ただの大笑いではなく、暴悪なる大笑い。さらに、真言宗の十一面観音は、四本腕だったりします。ということで、次は幕開劇感覚の、呪術廻戦と宿儺伝説。偶然か伏線かわからない部分のお話にしようかと。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、次回もお付き合いください。